2008年7月4日に撮影ベニー・アンデションはスウェーデン出身のミュージシャンでポップグループアバの元メンバー。アバに在籍当時は同じくアバのメンバービョルン・ウルバースと共に作曲を担当し作曲家としても活動した。1946年12月16日にスウェーデンのストックホルムに父ゴースタと母エティットの間に生まれる。その後、 音楽家として才能を上げ、1964年に当時恋人関係を持っていたクリスティーナと共に地元スウェーデンのバンドに参加し、初めて曲を作し、作曲した。1966年6月には、後のアバのメンバーとなるビオルに出会い、二人で曲を作し、作曲し、その曲がヒットした。曲の完成直後に、後のアバのメンバーとなるアグネッタと出会い、 アグネッタ、ビョルン、フリーガと共に、アバを結成する。その後、ユーロビジョンソングコンテスト1974に出場し、恋のウォータールーで優勝を果たした。アバ在籍中にフリーガと結婚したが、アバ解散前年の1981年に離婚した。1982年に、アバを活動停止。その後、ミュージカル、チスオビョルンと共同作曲。 84年にコンセプトアルバムを先行リリースして2曲のシングルをヒットさせて上演の成功を確実なものとさせて86年に初演開始し3年のロングランその後は国内外のアーティストたちの楽曲にプロデューサー作曲家として意欲的に参加1999年アバの楽曲を集めてミュージカルにしたマンマミーア。 の上演許可を出すとともに、公演の監修、キャスティングにも協力。映画版では共同制作者として、名を連ねるとともに、ピアノを弾く男として、亀を出演している。競争場の場所としても知られ、2021年に A、G にセレブレーションマイルを制した、ラベンダーズブルー等を所有している。ありがとうございます。